静岡県島田市にある古城型仕立てサエンサエンとは、茶の木の畑のことである。茶畑とも言う。茶の木は、プランテーション作物の代表例の一つであるが、プランテーションとは異なった形態で栽培される国も、ある。以下では主に日本のサエンについて解説する。日本のサエンは、一株ごとに在来種で作る株仕立て、在来サエン。 株の葉の成長をねじ立てにするのに適した形に、仕立てるためこう描くように仕立てる古城型仕立てサイン、三角に仕立てる三角型仕立てサイン、水平に仕立てる水平型仕立てサイン、形を仕立てず自然のままに育てる自然仕立てサイン、その他、休憩舎地に作る休憩舎地サイン、茶の木の洋木を育てる、洋木絵など茶株の仕立て方や地理、洋木などによって様々な呼び方がある。 ここでは、日本における左縁の変遷の概略を述べる。左縁は、古くから、一株ごとに在来種で株仕立てで作られた、在来左縁と呼ばれる形態の左縁が長らく続いた。軽半茶あるいは、軽半左縁と呼ばれる形態も多く見かけられた。軽半茶とは、田畑の軽半に一列に、植ウェールされた左縁のことで、隣との境界を示したり、暴風。 土の流出防止の目的も兼ねており、農家が自家消費する以上の収穫分は問屋に出荷されたりもした。在来サエムはもっぱらしをまいて増やしていくので未承苑とも呼ばれる。第二次世界大戦後、差し引き技術の確立と在来種から品種改良された栽培品種の導入によって多くのサエムが一変した。この詳細については、 茶の栽培の項目を参照のこと。茶品種ばかりで構成されている菜園は、品種園という言い方もされる。炎症とは、良い菜園を作る要素のことである。気象条件や適した土壌作り、葉の付き方、葉の持つ力、など、菜園の出来を押し量る用語として使われる。炎症が良いなどと表現する。菜園を管理する際は、炎症を見極める目が重要となる。 菜園は1年ごとに計画を立てて行う。1月に年間の菜園計画を立て、2月に土壌の調整を行い、収穫は4月から行う。4月に摘むお茶を1番茶、5月に摘むお茶を2番茶と呼び、6月から7月に3番茶、4番茶と収穫する。8月から9月にかけて台風対策と生木などが始まり、10月になると菜園では、 茶の木に花がつくため、茶葉の栄養が花に行かないよう様子見と対策が行われる。この頃から根の生育と養木の生育準備が始まり、11月にこれまでの菜園の記録整理と養木の生育、12月の灌漑対策へと移っていく。菜園の終了は茶葉の取れる目数、茶の芽の質の高さを測る芽、へ、全体的な収穫面積を表す適面積で、 決まる。しかし、目数を上げれば目が減り、目を上げれば目数が減るなど相対的な関係があるため、終了を考えるときは品種に合わせてどの部分を重視するかが重要になる。その他にも適裁法によっても終了に違いが現れる。適裁法は主に手積みと挟み積み、機械つまみに分かれ機械つまみは大幅に適裁時間を短縮することができる反面。 一定のラインから一番茶、二番茶の分け隔てなく積んでしまうため手摘みやハサミつまみの方が質の高い収穫を行うことができる。ハサミつまみは機械つまみと同じく平面的に収穫を行うため適彩の品質的はさほど変わらない部分もあるが機械より地形や茶の木の変化に対応が可能である。手摘みは古くからの適彩法として様々な適彩法が 生み出されている。例として、折り積み、かき積み、切り積み、小き積み、両手つまみなどの手法が挙げられる。ハサミ摘み、機械まみと違い、必要以上に茶葉を積まないため、2番茶、3番茶での成長後に適切を期待でき、その終了にも期待できる。しかし、適切効率がハサミつまみと10倍近い開きがある。ため、近年は、手積みで間に合わないとき、 地形の関係から適材が難しい時、などに、ハサミつまみと併用されることが多い。適材はサミは明治40年頃に発明されたが、適材時の、こうした質の差から使用が躊躇され、本格的に使用が行われたのは対象に、入ってからであった。暴走ファンが設置された、茶畑茶の木は低温に弱い。気温が、マイナス摂氏10度から、マイナス摂氏13度で葉が、 活変し、さらにそれ以下で早いだが死滅する恐れがある。そのため、高い中上に温度センサー付き大型扇風機が設置されていることが多い。この扇風機は夜間に地表近くの冷たい空気を逃がし、灌害や闘争害を防止する効果がある。冷気は低地に溜まることから、高低差のある左縁では灌害を受ける場がはっきり分かれることもあるので、 冷気の溜まりやすい地を把握した防ファンの管理、取り付けが望まれる。その他の防走対策に、凍結しやすい時期に散水したあらかじめ葉の表面に、水滴を付着させ、その水滴を凍らせることで鮮熱の放出を利用し、温度維持を図る散水氷結法がある。また、茶株を被覆して、茶株や地熱を利用して、温度低下を防ぐ被覆法がある。被覆法は、 被覆課題を設置して覆う棚掛け被覆、簡易に古障に支柱を立てて覆うトンネル被覆などの手法がある。しかし、高温で土壌と茶の木に水分が不足する考えにも注意が必要となる。茶の生育温度は摂氏20度から摂氏28度である。それより高温である場合、特に摂氏30度を超えると生育に支障をきたす。 日本では、摂氏30度を超す期間が短いため大きな、灌外被害を起こすことは少ないが、歯の日焼けなどで被害を受けることがある。灌外対策として、被害用などの把握と処置も挙げられる。灌外による被害には、歯が低温で凍結、死滅する赤枯れ、幹が一部凍結して、歯に必要な水分、栄養を送れず死滅する、青枯れ、寒風による、落葉、 枝が凍結を起こす枝枯れ、急激な温度変化で凍結した幹が、膨張破裂を起こす、幹割れなどがある。灌害による被害は、水分不足による枝枯れ、長時間日光を浴びることによる日焼け、落葉などがある。茶の肥料の主成分は、窒素である。これは過度の使用による、水質汚染が問題となり、現在は肥料を減らしながら、窒素吸収率を上げる活動が行われている。 吸収率を向上させる土壌づくりのために注目するものは主に液槽、気層、故障の三つである。根の働きは土壌から多くの養分を吸収しちゃの木に行き渡らせるものである。ため、より深く細部にわたって根を張り巡らせることでより効果的な力を発揮させることができる。そのために根の生育が行いやすいように土を耕して液槽を高め土に対比。 カリクサ、イネワラなどを投入し、微生物の有機物分解を助け保肥力、保水力を高めるなどの対策を行い、根量を増やす工夫をしている。一番茶の収穫する4月頃に和飯病菌で起きる和飯病や心症腰病は二番茶に影響を残すことから、殺菌剤の散布による防除対策が必要となる。五月から梅雨前の二番茶収穫で注意するのは、 炭素病、網持病のほか茶の黄色アザミウマ、茶の緑姫横ヨコバイ、茶の細がである。6月には、骨格紋葉巻茶葉巻ネマトウダなどの害虫が発生するため、深化前にフェロモントラップなどの防除対策を行う。7月頃に発生するのは、黒白貝殻虫、ワハダニなどで、高温乾燥が続くと9月頃に再発生する恐れがある。さらに、 ホコリダニなども発生する可能性があり、逆に雨が多く低温な日が続くと炭素病や餅病などが発生しやすくなる。8月は台風による傷から赤焼き病菌が入り赤焼き病に感染することがある。また病虫害が活発になり、これまでの茶葉巻、ホコリダニ、炭素病、餅病のほか、ヨモゲエダシャクなどの虫害が発生する。10月に 茶の木が花をつけたとき、落ちた花が茶葉の上で腐敗し、灰色か微病という病気を引き起こす場合がある。この場合は、開花と落下時期に殺菌剤の散布が必要となる。静岡県静岡市の茶畑鹿児島県渋士市,市の茶畑平成19年産の主産県における10、R あたりの商用収量と商用収穫量については以下の通りであった。 この統計が示すように、単位面積あたりの商用収量は地域によって、相違が見られる。http://www.j.tti.ne.jp://misha-history-danbow2006-htmlk-hathttp://wwww. maf.go.jp スラッシュ t o u k e i スラッシュ s o k u h o u スラッシュデータスラッシュ t y a 二零零七スラッシュ t y a 二零零七ドット htm ハット http コロンスラッシュスラッシュ www.maf.go.jp スラッシュ t o u k e i スラッシュ s o k u h o u スラッシュデータスラッシュ tya2007 スラッシュ T は1007ドップ XL です。ありがとうございます。